はい、皆さんどうもお世話になっております YouTuber 平本です。ということで本日もねちょっと行っていきたいと思いますんでよろしくお願いします。さて今日はですね質問のメールが来ましたんでやっていきたいと思います。キーワードは表現力、こちらでございます。いつも表現力という言葉を念頭にオカリナ練習をしております。なるほどね。しかしなかなか表現力というのがつきません。練習方法等ありますでしょうか、よろしくお願いします。また黒糖のカンターレが私は好きなのでいい楽器ございましたらご紹介ください、ということでやっていきたいと思いますね。さあちょっとやっていきたいと思いますが、表現力と、まあよくね、まあ言葉で聞く分にはね非常にこう分かりやすいんですよ。もう表現力豊かにしてとかさ、まあよく言うんだけど、まあ、なかなか難しいですよね。なんでオカリナで難しいかっていうと、まあ、一つ大きなことで言うと歌詞がないからね。やっぱりオカリナ含めそのインストルメンタルというその楽器っていうのがその歌詞がないから直接的なその言語で訴えられないわけよ。となるとやっぱ表現力っていうのがその引き出しがね、じゃあどうやって引き出したらいいんだっていう話だよね。でそれについてやっていきたいと思います。で表現力にもいろんなこうバージョンがあると思うんですよね。例えば音量の、大きさ小ささで、表現力もあるだろうし、例えば緩急ですよね、その速いとこと遅いとことかね、まあいろいろあるんだけど、今日ねあの分かりやすく表現力を体現していただくにはおそらくこちらの2小節理論、あこの間もねやったけど2小節理論がいいんじゃないかなって言って、あの明と暗ですね、こちらについて両極端のやつを2小節ずつやっていただくと、なんとなくその表現力のこう断片的なその明るさと暗さっていうのがちょっとわかるかなというふうに思ってます。で、ちょっと暗い方からいくと、で、まあ、皆さんもよく知ってて特に冒頭からちょっと暗さが出てる曲っていうのもちょっと探してみたらこれがいいんじゃないかなと思いました。ちょっと聴いてください。はい、君を乗せての冒頭なんですけど、これむちゃむちゃ、まあ、暗いかっていうとね、あ、まあ、もっと暗い曲あるんだけど、基本的にはその、あの地平線っていうからそんなにむちゃ明るく入らないですよね。ちょっとやっぱ暗っぽく吹くよね。あそうだ、黒糖がいいって言ったのにカラーズで吹いちゃった。まあいいや、まあいいか。この後ちょっと一本あったんでお見せしますね。まあこんな感じでまず暗めで吹くといいですよね。これどう考えても明るくは聞こえないでしょ。でまあ明るい曲で言うとやっぱりまあジブリ関係で言うとこれかな。同じミから始まると、これ明らかに違うじゃん。ちょっと暗い方いくよね。はい、このね2小節の冒頭だけでもやっぱり暗く吹こう、あるいは明るく吹こうっていう感覚が感情輸入しやすいですよね。多分あの散歩も知ってるだろうし、君を乗せてっていうのもね非常にこう皆さんね、吹かれる曲でございますんで、ぜひこのね2小節やっていただけるとなんとなくわかるかなと。いやどうやって暗く吹くか明るく吹くかっていうのはまあ難しいんだけど、基本的に暗めに吹きたい時っていうのは、まあ、まあこの間その息の方向性でも言ったけど、管の中の息を意識して、僕はその管の中の自分が吐いた息をこう響かせるような感じで、ちょっと明るく吹こうって言ったらこっちから出るね、高音の時はね、外に出る息の方が多いよって言ったじゃん。そんな風に外に出る息をイメージして、
はい、これねやっていただけると非常にいいんじゃないかなと思ってます。で、今やったのがちょっと暗めで、君を乗せて、そして、明るいので隣のトトロ、まあ散歩ですよね。でその間ぐらいにこれができたら入れるといいですよね。そのミディアム的なやつ、何がいいかな、皆さんが知ってる曲、これ、あ、これなんかどう、はい、これ多分中間だと思うんですよ。散歩ほど明るくはないけども君を乗せるってほど暗くはないっていう、だからこのね三段活用ぜひ、全部二小節だからちょっと暗いのからいくね、はい、これでね、まあ、なんとなくつかめるんじゃないかなと思ってます。で、あのみんな多分知ってるでしょ、ビリーブも知ってるし、だからそれをやっていただけると、その冒頭2小節だけでいいんですよ。あの1曲やろうとするとその中でも明るいとか暗いとかってあるからね、もう冒頭だけだったらもうちょっと暗めにミディアムに、明るくっていう風になるからね、そんな風にやっていただけるといいかなと。で、息のその所在、うん、管の中の所在を意識するのか、まあ、ミディアム的なそのビリーブだとしたら、まあ、普通でいいかな、うん、で、明るく吹こうとすると外に出た息がどんな風にこうスッといってるかという、そういうのを頭に入れてあげると、そのいわゆるその表現力っていうのが、まあ、そのとっつきやすいかなっていう風には思ってますので、ぜひぜひ、お試しくださいということで、黒糖のね、楽器という話で、昨日ね、カバンが出たんですけども、蔵出しの一品ほどではなかったんですよ。みんなちょっと送るやつがあって、あと、皆さん、大きいバス缶をね、ご注文していただけてる方、もうちょっとお待ちください。すいません。で、これがね、EX のプレミアムっていう風になってて、これはね、まあ、割といい音色でしたね。うん。ですから、ご紹介しようと思って、これがね 62,250 円かな、ベースとかで買えるようにしておきますので、概要欄からぜひチェックしてください。じゃあこれでちょっとやってみたいと思いますね。ちょっといきますね。非常に吹きやすい。じゃあこれでやってみます。まず暗く、中間、明るく、はい、ということで、まあ、表現力っていうのはね、やっぱり一口に、ね、言葉にしては簡単なんですけども、非常にオカリナではね、難しいんですけども、このね明るさというのを一つキーワードにして、まあ、2小節理論でやっていただけると非常に分かりやすいんじゃないかなというふうに思ってますんで、はい、ということで、私の YouTuber 平本のおすすめとして、こちらもねいいかなと思ってますんで、ぜひ今年もカンタールとともに、楽しく YouTube ご覧いただければなと思ってますんで、ぜひこの表現力の2小節理論お試しあれ。いいよ。